ジュリエッタ所長、町の中にまた妙なものが現れました。魔物の扉、あの番人みたいな魔物がどこかに隠れていたようね。そのようじゃな。すぐに魔物たちが湧いてこよう。皆激戦に備えるのだ。行くぞ。ジュリエッタ所長、町の中にまた妙なものが現れました。親衛隊長さん。あ、そうだな、あなたに渡したいものがあるのよ。まだ試作品なんだけど、これを身につけて魔物をやっつけると、魔物の心がコインの形になって飛び出してくるようになるの。モンスターコインを持っていれば、好きな時に魔物を呼び出して一緒に戦ってもらうことができるのよ。これがモンスターコイン。じゃあ実践あるのみね。方向キーの上を押して魔物を呼び出してみて。ああ、魔物の心をつかめる道具とは、なんと素晴らしき発明じゃ。お褒めに預かり光栄ですわ。これで少しは戦いが楽になりましょう。さあ、今は難しいことは考えずにどんどん使ってみて。早くコツをつかむためにもね。モンスターコインについての詳しい説明はメニューの中にあるわ。確認しておいてちょうだいね。ここが勝負どころ。任せるぞ。行ってこい。作戦通りだ。
よし、完璧だな。